こんにちはえっと次年度も今までの路線をまあたい継承しながら新しいまあちょっといろいろ例えばシューブルバートの興行曲みたいなものをちょっと沈んで全て取り上げるみたいな方向にも行ってますまずあのジェイドシリーズはあのトリフォニーではないんですけどサントリーでそのホールにあったものを できるだけそのフォールの特性が生かせるもので、うん、トリフォニーフォールは、トリフォニーフフォォーールはトリフォニーのその器に合ったもので、まあ、あのもう一つのシリーズのトパ,トパーズは、ちょっとだけなんんですかその,あの中身をさらに深めるような内容になってますので、ルビーの方は、えーまああの 入場料金的にもあの、まあ、すごくあのとっつきやすいシリーズなのでそこではまあ有名な曲ももちろん入ってるんですけど新しい発見みたいな、まあ、高いお金を払ってまではいかなくてもでもこのぐらいの金額だったらちょっとこれも聴いてみたいっていうものも入れながら組み合わせてみました、まあ、シーズン3つのシリーズを通してまあちょうど4年目になるんですけどもまああの 新日本フィルチーフをさせていただいてこれからどん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 内面の充実中の充実あの特に,あのに日本のオーケストラ日本の音楽家ヨーロッパで見てるとすごく共通なのが外側の箱を作るのがものすごくうまいと思うんですねただそれがあの逆にそ箱を先に作ってしまうから中身が意外におろそかになってしまう演奏家が多いっていうのが僕の僕の。 すごくヨーロッパに住んでてすごくてうか印象であるとかそういった印象であるとか、まああのうん、もどかしさみたいなものをすごく感じてますであのちょうど4年,4年ずっと4年間できるだけその質をなんとか上に上げてでさらにさらにそれが深まっていくっていうのは、まあ、たまたまじゃどういう方向にしようかで、まあ、予算もありますしどのくらいの あの大きなものができてどのくらいの小さなものでまあたまたまシューベルトを今回選ばせていただいたんですけどシューベルトのその言葉と音楽の結びつきまあシューマンとも違うしマーラーとも違うしバハとも違うしベートもでンとも違うそういう何ですか最も難しいそう簡単にはなかなかお客様にそのシューベルトの素晴らしさっていうのは伝わらないよう,ようなものを一回 シリーズとして取り上げてさらに内面の充実を図りたいというのが一つとあとまあベートーベンの攻撃とかモーツァルトというのは意外にどのオーケーストラでもたくさん演奏されているとは思うんですけどもシューベルトを一つ取り上げるオーケーストラというのはそうそうはないと思うんですね。で,でまああのお客様にとってもここで今までその4年3年間ずっと一緒に音楽をしてきた仲間とまた一つの 新しい発見があることを願っています。まあ、あのシーズン全部を通して、まあこいい、これの方がいいんじゃないか、これの方がいいんじゃないかいろいろ考えたんですけども、まあ、あの半分ちょっと僕のわ,わがま,まをあの経済的ないろんな問題もあるんですけど、通させていただきまして、それで、あのまあ、あのシンニフォーニフィーに来たら絶対に裏切られないと。このオーケストラは に行けばこういうものが得られる他ではないものがここにはあるっていうオーケストラであってほしいと思いますしそれが発展できるような4年目になればいいなと思っていますこのプログラムに書いてる曲でひどい音楽が一曲もなくてすべて素晴らしい曲で、これはもう自信を持って進めてきますそれからもう一つその、えー、まあ有名な曲でいつも入るっていうそれはヨーロッパでももう 同じことで,でもそれが逆に聴衆の高齢化を招いてしまってどん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 でそ,のその有名な曲も何回も何回も同じどこに行っても同じ曲を演奏を聴けるっていうことは要するに新しいのそれもあってまあ少し勇気を持ったプログラムも入ってますし例えば先週やったマニュアルにしてもでもいらっしゃったお客,お客様には絶対裏切らさせない。 もう,うちのオーケストラの演奏会に来てくださればっていう、えーまあ、あの心づもりでこの,、えー、このプログラムを決めさせていただきましたで、まあ、あの有名な曲が4割って僕としてはなんかほとんど有名な曲,曲,曲っていうふうにあのあの解釈して、まあ、せ,せめてタイトルぐらいは聞いたことがあってもしかしたらくわづけられるかもしれない、えー、ただそれが何て言うんですかあの地味その 新日本に来ればいい音楽が聴けるっていうのをもう少し忍耐強く待っていた,いただけないかなっていう気持ちはあります。というのはあの僕がやってやっぱりビスバーデンのチーフィーだった時もあの、まあ、ブッパルトの時もまあ34年目あたりからでしたね。 あのだんだんにあここに行ったらこういうものがあるっていうのはだんだんにそれこそ口コミでも伝わってくってまあその新聞でいい記憶が出てもなかなかそうは結びつかないんですねでそれがだん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 にそのそ野を広げていってまあ例えばこの,あの何でもないことですねそのプログラムに関係ないまあ例えばこのサマーコンサートその地域密着型のコンサートであるとかあこのオーケーストラは文化で文化っていうのは何ていうんですかあの 僕としてはまあ向,こうに向こうであのずっとあの成長しちゃったもんですから政治の前に行ってないといけないと思うんですね。あのフランス語で言うアル・ヌ・ボーなんですけどあの文化がその一番最後に来るんじゃなくて僕らは一番前に行ってないといけないと思うんですね。でその前前ににに。行くためはは多少は勇気を持って前に チャレンジをしていく、で、えー、その時に。ただチャレンジをするんじゃなくて、いい音楽だって、自分で僕は確信があるから。こういうプログラムにさせていただいてます。えっと、もう、こん、こんな喜びはないです。あの。僕は、あの、いや、やっぱりヨーロッパの、関係上、音楽監督やっていた時代に。その、地域の。若い人たちといろんな企画を。 音楽に限らずもちろんあの今まではちょっとまだ実現してないんですけど一緒にオーケストラと楽器を弾かせる楽器をオーケストラと一緒に弾く舞台の上で一緒に弾く経験それも定期演奏会の中でっていうのを、まあ、コペンハーゲンでは2回とやったんですけどちょっと東京は少し遅れてるんですけどもであの最初はなかなかうまくそのコンタクトも取れ,取れず最初の年は住田少年少女がショーダにと一緒,一緒の共演で去年はダンスで今年は で演劇,であの演,劇演劇と音楽ってどう結びつくのかっていうのは、まあ、僕としては、まあ、あのなんてうかオペラをの経験が長いからかもしれないんですけど舞台と音楽っていうのは別に歌がなくても結びつくものそれが音楽がバックグラウンドミュージックにならないで音楽,が音楽と演劇が両方とも 総合技術として皆さんにプレゼンンテーションできるそれをまた何ですかそのプロの演劇じゃなくてこれからの世代の人たちと一緒に作っていけるこんな幸せなことはありません。でまたまたまここにいらっしゃる方あの日本大学,大学の方があの一緒にじゃあできるんじゃないかっていうふうになってもう。 これはあの一緒に何か,何かを作り上げていく作業はまだ始まってないんですけどもまあ始まってないとはいえもうすでに台本も出来上がっていて曲も選ばせていただいてまあこれからどん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 お互いにあのもっと密になって深まっていってきっと皆さんのところにあのまあ今まで経験のし,たしたこともないようなあのまあ演奏会というかパフォーマンスになればいいなと思ってます。